どうも、ナツメグです。どうも、なるみです。僕たちは毎回そうなんですが、オンラインで撮っております。で、今までは結構収録リアルであったりするときは僕が編集、録音編集、はい、なんだろう、パブリッシング、なんだろう、公開、割とあれだよね、4年ぐらいもう全部夏目さんにやってもらったもんね。うん。しかし最近はなるみさんがやっております。どんぐり FM 最近音がいいと噂なので、どうやってやってるか教えてください。最初はあれだよね、ズームで録音した動画から MP3 抜き出してまんまアップするっていうすごい乱暴なことやったんですけど、あれ悪かったっすね。あれ悪かったね。その後に今度はお互いにローカルの PC の中にそれぞれ音を録音して、でそれをガッチャンコして、あの、一つのファイルにするっていう風になりましたね。ほい。具体的に言うと、もうこれは分かる人だけが分かればいいので、うん、あれですよね、オーディオインターフェースお互い持ってて、そうそう、うん、USB タイプ A とかで、うん、からのタイプ C にして PC つないで、で Mac のクイックタイムのオーディオ録音、はい、でそれぞれの PC にそれぞれの声だけが入ってるわけですよね。そうですよね。でマイクは指向性マイクなのか何なのか分かんないですけど、カラオケで使うようなマイクが、ダイナミックマイクってやつですね、かな。なので夏目さんの声だけ入ったファイルと僕の声だけ入ったファイルを統合して作るわけですね。はいはい。そうすると何がいいかっていうと、それぞれの声がインターネットを介していくと圧縮されちゃうわけじゃないですか、ズームとかとね、うん、圧縮されないローカルのファイルなので結構音が良くて、それをくっつけると聞きやすいんですよね。あと編集しやすいですね、それぞれの音が独立してるから。うんうん。片方喋った時は片方を完全ミュートしちゃうとかね、そういう風にやってるんで。ああ、いいですね。うん、やりやすくなったんですけど、ここでさらに問題が起きて、うん、このズームで会話しながら録音してると、あとさらにブラウザーでいろんなの調べてると、 PC が結構熱持ってね、それでファンが回ったりして音が悪くなるっていう。はいはい。特に僕のとかね、 CPU がもう限界きて、うん、途中途中コマ落ちというか落ちちゃうんですよね。そうそう、そういう問題が発生してきたんで、今度はあの Zoom だけ iPhone に切り出すっていう風にやってますね、うん、多分これが最終形態じゃないですか。いや、もう収録に関してはこれでいいだろうな。うん。 iPhone で Zoom で会話しながら音声はローカルに落としろくっていうね、それで後でガッチャンコするっていう。これってまあ MP4 じゃないけど、なんか M4A みたいなよくわかんない音声形式なのを、うん、なるみさんは2つあって、はい、でそれを何らかの編集ソフトに、うん、タイムライン1タイムライン2みたいな感じで入れるってことですよね。そうです。それで2人の音声のタイミングを合わせて書き出すと、まるで最初から1個のファイルだったかのように聞こえるわけですね。どうやってそれガッチャンコするんですか？僕昔それやろうとしたんですけど、あの、全然微調整が大変でした。難しいよね。なので最初どうも夏目ぐれさん後にどうもなるみですが、ちょうどいいタイミングで来るタイミングに調整して、まず聞いてみるんですよ、はい、でその後 2,3 分聞いてみて、うん、あらゆる会話がちょうど良かったら、あ、今の良かったなと、ちょっと俺が早いなと思ったら俺がちょっと遅らせたりとかして、その辺最初の 2,3 分で調整すると後がきっちり合う感じかな。はいはい。でそこの最初のタイミング調整だけやっちゃえば、あとはもう楽。うーん。これって時報は、時報、時報、ピッピッピップーン、12時24分30秒お知らせしますみたいな。ああ、まあそれでもいいんだろうな。うん。時報をこのマイクにくっつけてやるってことか。ああ、それでもいいと思う。そうすると時間は完璧に合うけど、うん。時間じゃないこういう会話の遅れとかが逆にずれちゃう。そんなことないか。まあそれでもいいのかね。うん。うん、なるほど。そうやってガッチャンコして編集していく。そうそう。うん。で、あとはそれぞれ独立したファイルあるじゃん。音声ファイル。それでそれぞれのね、あのとかエイトとか鼻息を消してるっていう感じですかね。うんうん。先日有名ポッドキャストリビルド聞いてたら、リビルドでも同じって言ってましたね。そうそう。で多分ズームじゃなくてディスコードでやってるんですけど、ズームは。うんうん。僕たちも最初ディスコードじゃなかったですか。そう、ディスコードやってみたけど、まあズームとディスコードどっち使っても変わんないね。うん。要は喋ってる内、なんだろう、ソフトと録音してるソフトとか違うんですよね。うん。なのでまああのリビルドのやり方に習ってるというか、うん、参考にしてやってみたって感じですね、うん、あとはあの編集ソフトをさらに極めるところじゃないですか。あ、ロジックなりオーディションなりっていうのを使うとやっぱりさらに良くなるんでしょうね、はい、そうですね、うん、まあでもリビルドでよく言われてるのは、そこに時間かけるんだったらいいマイク買っていい場所で撮れば、はいはい、で喋るときにあのとかえって言わないように気をつければ、かなりそれで緩和される、うん、
あとリビルドで言ってましたけど、ウォークインクローゼットが最高って言ってましたね撮る環境としては。あの僕ちょっと今結構最悪側なんですけど、部屋に物がないんですよね。ああ反響しちゃうよね、そうするとね。そうそうそう、うん、ウォークインクローゼットいいのは声を吸収するんですよね。そうそう、ウォークインクローゼットは今めちゃめちゃ欲しいんですよ。おリビルドのね録音環境を知ってからね。なんか服を3万着とか買って今いるところにぶら下げれば。3万着もいらないだろ3万もいらないでしょ。えでもそういうことじゃないですか、部屋に、そういうこと、部屋における、うん、服の面積が多い場所で収録するといいってことですよね。だから3万着そこで買えば。あと古着屋行く今度古着屋行って収録用の3万着買ってきてさ部屋に立てかけておいて。それ古着屋にウィーゴーとか行くんじゃなくて、に下ろしてるとこ行った方が早いな古着屋で収録すればいいのかな。うん、まあそういうことっすね、うん、まあそれなら防音スタジオ借りるわ。そうだね、うん。このどんぐりの一番最初に収録してた場所すごい良かったんですよね。ああ良かったっすね、某社の会議室ね。はい、あれ良かったな、うん、もう使えねえな。うん、古着屋レベルに良かったな、あれは良かった。僕あの最近どんぐりてか我らはどんぐり FM の、うん、なんだろう、聞かれてるとかのデータあんま見てないじゃないですか。はいはい、これ僕も見てないんですけど、感覚的に最近だと何が多かったと思います、うん、あの聞いてくれてるの人気だったなみたいな。あー感覚的に言うとなんだろうね、最近僕ちょっと前、ちょっとてかかなり前だと、あの、うん、店員さんを呼ぶ方法の時はもういろんな人にあれは面白かったねって言われたので、あー、はいはい、あーこれは良かったんだろうなって思ったんですけど、うんうん、なんだろう、ここ最近だと何があるんだろうね、うん、数値とかをサクッと見ると、うん、なぜかあのキングダムと三国志の違いっていうのが、それもう SEO でキングダムで来ちゃってるじゃん絶対。そういうことなのかな、 SEO とかあんのかだって前もあの村上さんのラジオ出たから村上めっちゃ来ちゃったじゃん申し訳ない、そういう固有名詞入っちゃってるからか。うーん説が、そういう説か。うん、だいたいこのどんぐりって、うん、公開してからまあだいたい24時間で1000回ぐらい再生されるわけですよね、1500ぐらいかな、うんうん、いろんなの含めて。で1週間ぐらいで2000超えてくるっていう感じなのかな。その中でね、なんかね突然3000、4000いくのがあるんだよな。最近だとこれですね、街中で声をかけられた時の対応、なんでなんだろうね、さっぱりわからないな面白かったんじゃないですか。あとね YouTube とかね、トリックスを遠隔のみんなでワイワイ見る方法ってやつがね、これは普通に有用だからな。有用だからか、もしかしてこれ有用なこと喋った方がいいんじゃないの。あー確かにそれは賢いかもしれない、うん、有用なこと喋ればみんなが聞いてくれる。そうなんじゃん、もしかしたら。うーん、ハックだ。ちなみに YouTube とか Netflix 遠隔でワイワイ見る方法、これうん LINE が完全に公式で出してきたの知ってます。えマジで、どういうこと。あ今やってみようって言ってたけどできないわ、スマホ使っちゃってるわ。 LINE 通話でYouTube 見れます、一緒に。そんなことできるんだ、ありなんだ。できる、できる。へえ、すごいねそれ。うん、これ今ちょっと試してみたいんですけど我らスマホがちょっとスマホが埋まっちゃってんじゃん。埋まっちゃってる。あ、じゃあこれなんか次回やってみる。うん、詳しくはあり。うん、次回予告しますか。そうか、喋るときに別に僕ら今 Zoom で喋ってますけどいいじゃん別に。確かに、やってみましょうか。やってみましょう。では次回、なるみなつめぐで LINE 経由で YouTube を見るってこと？うん、方法について話したいと思います。はい、それでは皆さんお楽しみに。編集ってさ、うん、やりだすと止まんなくなっちゃうんだよねで俺最近やりすぎてる気がするんだよ、うん、はい、あの自分の鼻息とかどうでもいいあのーみたいなやつを全部消してるそれって今まで消さずにアップ、まあまああんま残してアップしたんだよね最初の方、うんうん、俺も最初編集つっても
ざっくり前後切ってまあこんな感じで BGM つけてみたいな感じでやってたんだけど、あれやり始めるとこだわっちゃうタイプだからいいじゃないですか。うん、夏目さんと俺のあらゆるどうでもいいあのとかとかねとか全部消しちゃってるからねちょっとね最近1話やんのに 2,3 時間かけちゃってるね結局。はいはい。だって夏目さんの時は1個10分ぐらいやってたでしょ。もうちょっとかかったかなと。あと最初の頃は結構もうちょっとやってましたね。うん、あんまりやりすぎも良くないなと思って。それは僕が成美さんの鼻息とかも消してたんですけど、波形で分かるようになったので比較的分かる分かる、この辺で言うなとか、うんうん、だから慣れたっていうのが大きいかもしれないです。やってることとしては、はいはいはい、昔やってたのとあんま変わんないけど。俺も今 2,3 時間増えたやつを慣れたらさらに短縮されるのかね。うん、だと思いますよ、うん、あとある程度はなんだろう、諦めというかまあこんぐらいでいっかはありますよね。そうだね。